こんにちは、Gです。今回はエンデバー OS のお話。ディストロウォッチというサイトをご存知でしょうか。Linux の更新情報を提供するサイトですが、ディストロの人気投票でも有名です。最近のトレンドはエンデバー OS で常に2位にいるようです。エンデバーはマンジャロと同じアーチ系 Linux です。1年ほど前からラズパイでも利用できるようになりました。ただインストールが厄介でご紹介はできませんでした。数日前、新バージョンアルテミスが出てインストーラーが一新。インストールが簡単になり、ご紹介できるレベルと判断しました。とはいえ、ラズパイ用の他のディストロと比べると多少厄介です。そこで、誰でも試していただけるよう、インストール手順を詳しくご案内します。はじめに、必要なものを揃えましょう。32GB 以上の SD カード。これにエンデバーをインストールします。 32GB 以上の USB、 これはライブ USB 用に使用します。ネットに接続できる PC に SD スロットがない場合は SD リーダーも用意してください。はじめにインストールの流れをご紹介します。USB と SD は FAT32 でフォーマットしておきます。エンデバーの ISO ファイルを USB メモリーに焼いてライブ USB を作ります。PC でライブ USB を起動して SD にラズパイインストーラーを焼きます。ラズパイ上でラズパイインストーラーを起動してインストールを行います。以上で完成。言葉だけだと分かりにくいですね。早速始めましょう。画面のエンデバー公式サイトから ISO ファイルをダウンロードします。この ISO ファイルをエッチャーで USB メモリーに焼きます。終わったらPC に挿して起動。この時 PC には SD カードも挿し、有線イーサネット接続しておきます。なお PC での起動方法がわからない方は画面の過去動画を参照ください。起動するとウェルカムウィンドウが表示され、 EndeavorOS ARM イメージインストーラーをクリック。確認ウィンドウが表示されるので、スタート ARM インストーラーをクリック。ラズベリーパイ 4B、64bit を選択して OK ボタン。EXT4 を選択して OK ボタン。接続中のデバイスツリーが表示されます。この動画の例では画面のようになっています。ターゲットデバイスを指定するんですが、 SD に書き出すので dev/sdb とタイプして OK ボタン。これでインストールが始まります。終わったら PC はもう不要なのでシャットダウンします。 SD をラズパイに挿して起動します。 EndeavorOSARM インストーラーウィンドウが表示されます。インストールオフィシャルエディションズをクリック。以降は通常の OS インストール手順と同じです。地域は東京。キーボードはジャパニーズデフォルトを選択。デスクトップは任意に選べます。ここではプラズマ KDE を選択しました。
パッケージでは三角アイコンをクリックしてパッケージの変更ができます。ここでは標準設定のままインストールします。名前とコンピューター名、パスワードをタイプします。以上でインストールが始まります。終わると再起動されます。ログイン画面が表示されたとき、画面左下でディスプレイマネージャーが切り替えできます。エンデバーもウェイランドなんですね。立ち上がるとウェルカムウィンドウが表示されます。このウィンドウで必須な操作はありません。次に必要な設定をしていきます。まずは日本語が扱えるようにします。アーチ系なのでマンジャロとコマンドは共通です。ターミナルで画面のようにタイプ。続いて画面のようにタイプしてエンバイロメントファイルの文末に画面の産業を追記。ターミナルの作業を一気にやっておきます。画面のようにタイプします。文末に画面の5行を追記してオーバークロックできます。ツール類も入れておきます。画面のようにタイプしてネオフェッチと HTOP をインストールします。ここまではマンジャロと全く同じですね。ところが超絶便利なソフトウェアの追加と削除がエンデバーにはない。アーチ系なのにね。まあ管理が大変なのはわかりますが、アプリの追加や検索が不便極まりない。しょうがないんで AUR 版のソフトウェアの追加と削除をインストールします。画面のようにタイプ。作業は以上です。一旦リスタートします。 KDE システム設定を起動し、地域の設定を選択。日本語の仕上げをします。入力メソッドを選んでグローバルオプションを設定をクリック。入力メソッドの切り替えのボタンをクリックして任意のキーに割り当てます。追加も可能です。辞書ツールや入力時のショートカットなどはモズクの設定アイコンから行えます。システム情報を確認してみましょう。今回 KDE にしたのは常用のマンジャロと比較するためです。まずはブラウザーでの動作をご覧ください。正直動画再生はひどいものです。駒打ちの様子をご覧ください。ウェイランドの成果とも思い、X11 でも試しました。
X11 では幾分増しですが、やはりフル HD フルスクリーンでの再生は無理があります。動画ファイル再生にはドラゴンプレイヤーが入っていますが、何これ、動かないじゃん。 VLC は音がおかしい。これは簡単に直るでしょう。画面のようにタイプして DT オーバーレイイコールの行で KMS の前に F を挿入して保存。ちゃんと音が出るようになりました。ただ VLC はイライザミュージックプレイヤーの関連としてインストールされているようだったので、イライザと VLC 両方削除して VLC を入れ直しています。セロロイドも入れてみましたが正常に動作できないので即削除。 MPV は動作に問題ありませんでした。まとめです。エンデバー、インストールが楽になったとはいえ、まだ他と比較すればもうちょい頑張れです。 KDE プラズマで評価したんですが、マンジャロと比較して重い遅い印象です。ブラウザーでの動画が遅いのは直近のアーチ系ディストロ共通のトラブルと思います。一応日本語入力、オーバークロック、サウンド修正などで使える状態になっています。ご興味があればぜひお試しを。ただ私以前から思ってるんですが、なんでエンデバーが支持されてるんだろうって。何が高評価なんだろう。インストールは厄介、素でできることが少なくて何かにつけ自助努力が必要。ほとんどマンジャロもどきなのにマンジャロよりレスポンスが悪い。正直エンデバーがマンジャロに勝ってるのは名前だけじゃないかな。個人の感想ですけど。最後にちょっと早いんですが、夏休みに入ります。暑い間しばらく動画はお休みしますのでご了承を。ご覧いただきありがとうございました。この動画は参議院選挙投票日に公開予定です。まだの方は今からでも投票間に合いますよ。孫が少年野球をしています。小学校3年生です。所属チームではティーボールもやっています。ティーボールは台にボールを置いて打つゲームです。ピッチャーがいなくて守備中心のいわば簡易版の野球ですね。この度ティーボール大会で地区優勝し、夏休みに全国大会に出るそうです。大会は埼玉で行われるんですが、その次は東京で、最後は台湾で世界大会とのこと。台湾行く気満々で、お気楽でいいな。ではまた次回。